ネクラーです今回は今日発売のロルバーンの前にちょこっとだけ先に開けたいのがあるのでちょこっとだけ先に開けますじゃじゃん今日ちょうどミスドのこれ何ていうんだっけクリスマスのやつ発売されてたので発売日は水曜日かなちょっと1個だけ買ってきたので開けよう今話題のディグダのやつちょっとワンチャン包装紙綺麗なまま保存できるかもなので先開けます え、かわ、かわいい箱が、ディグダーだこっちピカチュウだ。え、かわいい開けよう。虹かなちょっと今日ね、いろいろあって長かったんですよ。あ、かわいいちょっとお皿に出そう。おいしょ。ピカチュウと、ディグダーだかわいい これかわいい。紙だったら染みるから早く出さなきゃって思ったけど、これビニールなら洗えるからいいね。最近ポケモンパンの袋でコラージュするのハマってるので、これもそれの枠に入れよう。かわいい。いいね。そんな感じかな。箱もギリ無事な部分があるな。全部出しちゃう。箱の綺麗な部分だけ切り取って使えそうなので、それも使うかも使わないかも。 まあ動画で出したからいいかな。コピーしてコラージュ素材にしてもいいかもね。こんな感じ。まあ、あの、紙袋の中のグッズの方は購入品の動画で出します。ロルバーン見ていこう。そしたらメインのロルバーン見ていこう。今回のロルバーンは今年も発売されました。 えー、ホリデーのロルバーンですね。クリスマスのロルバーン。でね、さっきもちらって言ったんだけど、ちょっと今日一日ちょっと長くて、あの、いつも通り私は徹夜明けで買いに行くので、まあ、ちょいヘロヘロの状態で行って、でも帰ってきたらすぐ動画撮って一回寝て、仕事がまだ残ってるので、起きたらまた仕事しようって思って行ったんだけど、 行った店舗でこちらが発売されてなくて、店員さんにこれ今日から発売のやつはっていうのを聞いたら、今日じゃなくて22日から発売ですって言われたの。で、そんなわけないなって思いつつも、いやもうこちらでこうなってるのでって言われて、 そしたら違う店舗に行かなきゃと思って、でも違う店舗もそうだとしたらちょっとやばいから違う店舗に電話で問い合わせたらあるよって言ってて、なんかその私の店舗のところはなかったけどって言ったらそのそんなことはないはずだから問い合わせてくれるっていうことになってすごく丁寧な対応をしてくださって、結局まあ私が最初に行った店舗の方で商品を買うことができたんですよ。だからもうその 対応してくれた丁寧なお店の方にお金を落とすことができなかったので、また今度そっちにもお買い物しに行こうかなと思います。本当に助かりました。で、今回出たこちらのロールバーン、いつものクリスマスロールバーンなんだけど、今年は4柄で、ネージュっていうシリーズになってます。ネージュってどういう意味なんだろうこの辺にケロップで出せるかなで。発売日が、店舗での発売日が今日2024年11月9日土曜日です。 で、デルフォニックスウェブショップが昨日、1日早くスタートしてて、札幌、広島、博多のスミスは明日、11月10日からの発売になります。1冊935円です。買えてよかった。1冊ずつ見ていこう。まずは、これ C 柄だ。ABCD になってる。これは ?A.B? かなちょっと裏面のタグをいじります。 よし終わりました A 柄から見ていこうじゃあじゃんまず A 柄がこちら。結構今年のは白押しが豪華です。去年もそうかな去年も割と豪華だったけど、今年も豪華なクリスマス仕様になってます。A 柄は夜の森みたいな柄で、白押しが反射しない金白押し。マットなゴールド白押しですね。2、クローリングコンバンド。すごいクリスマスにぴったりの柄です。裏面がこんな感じ。 タグの上に値札シールがついてたので全部剥がして横にずらしました。ロルバーンポケット付きメモネージュ L の A 柄。次が B 柄。B 柄が、すごいホワイトクリスマスな山の柄ですね。白押しも合ってるね。こちらが、シルバーのオーロラ白押しかな多分。 シルバーのオーロラ白押しに、銀リングコンバンド、シルバーリングコンバンド。そういえば今回は限定表記がないですね。でも直営店以外で売るのかなってことは。今までのどうだったか忘れちゃったな。限定表記がついてない、全部柄に集中して楽しめるような表紙に仕上がってます。裏面がこんな感じ。ロルバンポケット付きメモ、ネージュ L の B 柄。と、これ結構好き。 こっちと柄たち。新しいかも。ちょっとダイヤリーっぽい仕上がり。こちらが反射しないマットな銀白押し、マットなシルバー白押しで、ちょっとマットだから伝わりづらいけど、雪の結晶それぞれに白押しが入ってます。えー、すごい。このキルトっぽいラインとかも全部白押しでできてますね。すごく細かい白押しがいっぱいの柄になってます。 こちらもシルバーリングコンバンド、銀リングコンバンドです。裏面がこんな感じ。ロルバンポケット付きメモネー、ね、ジュ L の C 柄。と、ラスト。じゃじゃーん。こっちはキラキラのゴールド白押しだね。金白押し。こっちのが伝わりやすいね。動画だと。肉眼だとどっちも白押しってわかるんだけど。動画だとこっちの方が伝わりやすいかも。すごくいい。特別な感じがしますね。こちらが、 ゴールドリング、金リング、コンバンドです。これ追加で買おうかな。気に入りました。裏面がこんな感じ。ロルバーンポケット付きメモネージュ L の D 柄です。まあ今回の動画はこんな感じかな。結構紹介部分あっさりだな。あ、そうそうそう。そうちょうど冬にぴったりのロルバーンを昨日アップしたんだけど全然ね、買った タばったりじゃなくて前のなんだけどぜひぜひそちらのロールバーンも今でも買えるものなので気になる方は一緒にチェックしてみてくださいこんな感じ今日もいろいろ買ってきたしまだまだ購入品とロールバーン紹介の動画続いていくのでぜひぜひチャンネル登録をして次回の動画もお楽しみにバイバイ